ハーベイ・ハーシェル・コーマンはアメリカ合衆国の俳優、声優である。1927年2月15日、母エレン・コーマンとセールスマンの父シリル・レーモンド・コーマンの息子としてイリノイ州シカゴに生まれる。第二次世界大戦中はアメリカ海軍に従事し、除隊後はデポール大学で演劇を学んだ。舞台への出演を経て、1960年にドナリード賞で、 テレビドラマに初出演する。その後は、ルート66やダニー継承などの人気番組に出演して知名度を高め、1964年には、テレビアニメ、原始家族、フリントストーンで声優デビューも果たした。1967年に始まったコメディ番組、キャロル・バーネットショーでは、キャロル・バーネット、ティム・コンウェイと共に番組の顔としてレギュラー出演し、 お茶の間の人気を不動のものとする。キャロル・バーネット賞での演技は業界内でも高く評価され、エミー賞に7回、ゴールデングローブ賞にも4回ノミネートされた。テレビ番組への出演と並行して、ブレイジング・サドル、メル・ブルックス、サイコなどのメル・ブルックス監督作品や、ピンク・パンサーシリーズ後期の作品である、ピンク・パンサー X、 ピンクパンサーゴクルーズオーワニドシヌなどのコメディ映画にも出演した。かつて自らが声優を務めたテレビアニメを実写化したフリントストーム、モダン石器時代フリントストームにビバロックベンガスにもゲスト出演したほか、マンチーズなどのパニック映画でもコミカルな演技を披露している。1977年にキャロル・バーネット賞を降板し、自らが主演する。 シットコム、ハーベイ・コーマン賞を ABC のゴールデンタイム枠で開始させたが、視聴率は振るわず、番組の第2シーズン以降が制作されることはなかった。キャロル・バーネット賞で共演した、ティム・コンウェイとは、番組交番後もタッグを組むことが多く、1980年から1981年にかけて放送されたバラエティ番組、ティム・コンウェイショーにレギュラー出演して、 コンウェイをサポートしたほか、2006年にはコンウェイと共同で新たなコントを収録した DVD トャザー・アゲインをリリースした。2008年5月29日、腹部大動脈瘤破裂の合併症のため81歳で死去した。遺体はカリフォルニア州サンタモニカのウッドローン墓地に埋葬されている。1960年から1977年まで ドナエラートと婚姻関係を保ち、一男一女を設けた。1982年には、デボラ・フリッツと再婚して二人の娘を設け、2008年に死別するまで生涯を共にした。ありがとうございます。